はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第139回でございます。で、今回テーマが笑って生きていこうと、ね。サブテーマ、何かに疲れているあなたへと自分を信じるですね。で、えっと、このテーマ、まちょっとざっくりでわかりにくいところもあると思うんですが、えっと、新学年、まあ、新,新しい学校、新級じゃねえや、新学してれば新しい学校で、約1ヶ月、まあ、1ヶ月も経たないか、まあ、3週間ぐらいが経ちまして、 どうでしょうかま、楽しく過ごしている方もいれば、ね、環境が変わって、うまくね、こう、馴染めないというか、すごいストレスを抱えている日々を送っていらっしゃる方もいると思うんですけど、あの、やっぱりこの時期って、ね、悩む時期なので、いろいろ今いただいてて、で、あと自分もちょっといろいろあってですね、そう。で、まあ、そんな、なんか、なんか疲れてる。なんかに壁にぶち当たってる。人になんかちょっと聞いてほしいなと。でも、こう、 突破口を見いだせるような話は多分できないです。ただ、今自分が置かれてる状況も含めて、ちょっと、そんなんだろう。壁にぶち当たってる方に似てる状況にいるので、今。そう。あの、詳しいことは言えないんですけど。なので、まあ、自分の思いとこういうふうにやっていこうと思ってるっていうのを話していこうかなと思いますので、なんかこのテーマで引っかかるものがあった方は、この後も聞いてもらえたらと思います。で、え、な、なんみたいな。 ふうに思った方は、ここでブラウザバックしてもらって、全然構わないので、まあ、その辺判断してよろしくお願いします。で、えっ、ー、と、まあ、本題に入る前に、あの、先週ですね、ちょっと撮る時間なくて、ダラダラジオね、一生お休みいただいちゃったんですが、すいませんでした。で、えっ、ー、と、またね、ちょっとしばらく、まあ、5月の中頃ぐらいまでは、不安定な、ちょっとね、動画更新が不安定になってしまうんですけども、よろしくお願いします。じゃあ行きましょうか。ね。<laughs> でまあさっきも話したように4月29日、が4日なのでどうですか、でも実際どうですかね、あの進級、まあ、進学して新しい科とクラスとか学校になってまあ楽しい日々を送っている方ももちろんいらっしゃれば、さっきも言ったように。 ああ前のが良かったなって思ってる方もいると思うのね。で、まあ、自分はキャストを最近できる限りやろうと思ってて、あの子供が生まれるまでは。そう。で、結構頻繁にやってるんですけど、まあ、そこでも、ね、こう,うまくなじめないっていう話をされたりとか、あとメールで相談を受けたりとかもしてるので、うん。で、やっぱりね、こう、学校って変われないじゃないですか。クラスも変わらないじゃないですか。だから、今4月ですけど、 この状況が3月まで続くわけなんだよね。で、そこに病んでしまう。だよ。なぜかっていうと、例えば、この辛い状況があと1週間で終わるって分かってればさ、まだ耐えられるよね。あと1週間みたいな。まあ、1ヶ月でもいいよね。でもこれがあと5、6、7って数えてたら何ヶ月もあるわけだよ。約11ヶ月ぐらいか。 で、もちろん11ヶ月だとしてもう終わりはあるわけだよね。我慢すればいいじゃんと思う方もいるかもしれないんだけど、でもやっぱり学生のみんなにとってのこの11ヶ月ってのは永遠に続くような感覚になっちゃう。そう。この苦しみ、この居心地の悪さがずっと続くんだろうな、みたいな。そう。で、もう一生この先の人生ダメだと思って、もう病んで、で、行ってしまうと、例えばリストカットしてしまったりとか、そういうところまで行ってしまう子もいるんだけど、で、 まあ、そういった感覚になったことはもちろんあるので、もう31年生きてるからね、こっちも生きてるからさ。で、わかるはわかる、もちろん。うん、気持ちはわかるんだけど、でも、まあ、周りの大人と、周りの友達と同じことを言っちゃうかもしれない。言ってるかもしれないけど、その苦しみが一生続くわけではないの。うん。で、環境っていうのは、自分で変えれるものと自分では変えられないものがある、やっぱり。で、学校とか、 クラスってそうそう転校なんてできないしそうだからじゃあその変わらない環境の中でどうするかでも例えば学校生活友達関係部活あ部活は変えることが多少まあでもねどうだろうね強制だったりすると難しくなるのかな高校の方が変えやすいか部活だったら分からないけどでもそういったねあるまあコミュニティ学校とか部活っていうコミュニティを 変えることができないでもその中でも全部が絶望になるわけではないと思うの俺は。で自分は何をやってたかっていうとあのまあこれねもうダラダラジオもう139回なんでさすがにちょっと全部聞いてる方ってのはもうなかなかレアになりましたけどあの最初の方まで話したことがあるように自分は中1中2中の時にちょっといじめあじゃあ中2中3の時にいじめを受けててまあそういったことがあっていろいろあったんですねそうで、まあ、ちょっと 多分普通の子よりは暗い学校生活を送っていてでもう高校入った時にまあ高校はねそのなんだろう女子がきっかけで始まったいじめあったから女子共、えー、学を志望してたんだけど1個下げて男子校に行ったの俺は。で、まあ、その男子校だったんで、まあ、友達にも恵まれたしそ,なそれ相応に楽しんではいたんだけどまあいろいろあったりとかしてそう。でやっぱり そこから楽しめないんだよ。上っ面では笑ってるんだけど、ね、友達と話したりとか、これ、本当にこの話、感覚わからないから申し訳ないんだけど、でも何言ってんの、このおっちゃんって思って聞いて、そしたら、でも、楽しく過ごしてるのに、どっか虚しさが残る。みたいな日々をずっと送ってて、でも、学校行きたくないなと思った時もあったし、もちろん、うんあったけど、じゃあ、学校以外のことで何かやろうと思ったの。 で見つけたのが俺高3時に受験勉強 <laughs> 始まった時にやったんだけどボランティアを始めたのねでこれ高校3年に上がる前に志望を変えてもとと専門学校行こうと思ってたんだけどあの音楽関係ので音楽ではバンドとかではなくって例えば、えっと、ツアーとかバンドされる方のあのなんだツアースタッフみたいな そうライブ会場を作ったりとか音響さんとかそういうのがしたくってそれを志望してたんだけどもともとでもその高校の時の先生の影響があってそなんだあ先生なりてえと思ったわけだよでも偏差値がもうめちゃくちゃ足らなかったからねそこで志望を変えて1年間地獄のような日々をちょっと勉強で送ったんだけどでもそれをしながらそうボランティアをやろうと。 で、何のボランティアかっていうと、その子供相手。まあ、やっぱ本当に子供のためにっていうのを思ってた時期だったから、そこは先生になりたいと思って。で、あのー、まあ、これみんなの地域であるかはわからないけど、その地域で行われる祭りとかあるじゃん。夏祭りとか。で、小さい子向けになんか、なんだボールを当てて的に当てるとか、小さい子がね、やるようなスタッフとか、あと自分がすごいいつま覚えてるのは、あのね、人間もぐら叩きって言って、 9個穴が開いてるんよでそこにスタッフが9人入ってそのもぐらみたいにこう頭出してり引っこいたりみたいなのを子供たちにやってもらうんで叩かれるみたいなのをやったりとかあとは、えー、と夏休みにある泊まりでね2泊3日とかで、えー、とキャンプに行くんだよでその子供の引率に行ったりとかいうのをやっててやっぱりその中でなんか噛み合ってないんだったら違うコミュニティを探そうと思って動いてたの。でもちろんこれは 中学生とかだとかかか難しいかもしししいいももれないもしかしたらでも、探せないことはない。だって今、インターネットあるし、ネットでつながるし、情報はいっぱい入ってくるからね。もちろん、情報がいっぱい入ってくるっていうのは、セットで、情報をちゃんと理解して選ばなきゃいけない。間違った情報に踊らされないっていうところも大事にはなるけど、そう。だから自分はそういう風にやってたの。で 大学はね、もっと暗黒期で、もう本当に楽しくなくてね、ダメダメだったんだよね、大学生活、俺。そう、単位はちゃんともう取って、4年で卒業したけど、だから、えっと、こう、じゃない、大学3年の時に、えっとね、あの、起業して自分で会社を起こして、会社を起こすっていうか、まあ、なんだろう、個人経営者としてやってる方をちょっと知り合いでのツテで紹介してもらって、その人のなんか手伝いとかをやったりして、 大学では学べないようなこと、社会ではこういうふうにやるんだって、あ、こういうふうに会議とかするんだみたいのを、インで、なんだろう、連れてってもらったりとか、そういうのをしたりとかして、なんだろう、視野を広げるっていう項目ではあったけど、なんか自分の居場所を探してたんだよね、その時すごく。そう。でもその経験がやっぱ今では生きてると思ってるし、あの時もがき苦しいんで、よかったなと思うわけ。で、今回なんでこの話をしたかっていうと、そうやって、 闇雲にいろいろ動いてみる。で、今、自分が行ったそのボランティアとか、そのなんだろう、起業した人についていくっていうのは、自分が動いた中のどっちかと,いうと成功例を話してるの。でも、百発百中で成功はしない。動いてみて失敗することってたくさんある。もちろん失敗の方が多いからね、基本的に。そう。でも、自分が生きていく中ですごく大事に思ってることは、よくね、近道を通れたら楽じゃん。何にしても。 もちろん勉強でさ、得点とか偏差値が上がるんで、近道があったらみんなその近道通りたいでしょでもさ、近道だったかどうかなんていうのは、もちろん先にね、先輩とか、親とか、大人とかに、こっちの道の方が近道だよって教えてもらって、それが正しい情報だったらわかる。事前に近道は。じゃあこっちの道通ろうって。でも、それがなかったりとか、教えてもらったけど、でもわかんないじゃん。それが正しいかどうかなんて、その情報が。 だったら自分が選んで歩いていってである程度行った時に振り返ってあこっちの道の方が近かったのかーっていうのが見つかるかもしれないそうかもしれないしあこの道やっぱ近道だったなっていい道だったなって思うかどうかは行ってみないかわからないんだよね結局はだから自分はよく昔はねもういろんなことを考えて一歩踏み出す前にめっちゃ考える人だったので、考えすぎて疲れて動けないみたいな いうタイプの人間だったんだけどそれってすごいもったいないと思っててだからひとまずは動いてみようってうんだからそんな感じでこの YouTube の活動も始めたの思い立った翌日に撮影してひ人まずあげたから動画をねボロボロだったけどでもちろん今もう4年近くもうちょっと4年経つんだけどこの勉強動画あげてねこれが近道だったかどうかもわからない今はもう本当にうんもしかしたらいや思うよ俺が俺27の時に始めてるんだけど 二十歳の時とかに、このことに気づいて、その時 YouTube あったかちょっとわからないんだけど。でも、ね、もっと若い時に始めたらさ、今の YouTuber の方なんて若い方がほとんどでしょすごい有名な方なんて20代とか、20代前半、10代がいっぱいいるわけだし。うーん。でもそんなこと後悔しても仕方ないし。そう。で、その、ま、あ行ってみなきゃわかんないって、そのさ、歩いていく途中もいっぱい嫌なことあるんだよ。そう。ね、足を止めたくなったり、もう諦めたくなったり。そう。ね、あるけど、 でも今回のタイトルにあるようにどうせ生きていくんだったら笑っていく方がいいかなって俺は今は思うの31歳になって、うん、でこの31になるまでに本当いろんなことがあってその中学のいじめもそうだしで自分はちょっと治らない病気を持ってるので病気のこともあったりとかで、うん、でこで今ねあの俺ツイッター俺,俺のツイッター見てくれてる方は知ってると思うしあと特にキャスに来てくれてる方はあのよく知ってると思うんだけど 多分ね、俺31年間で多分トップ3に入るくらい今ちょっと辛いことがあって、そう、今週の月曜日、先週の月曜木曜わかんないけど、もうここ10日ぐらいね。で、ものすごいこう、なんだろう、奮起して、もう奮い立たせて生きてる感じなの今、そう。で、まあ、こんなこと言ってもね、ん何言ってんだろうって思うと思うんだけど、そうそう。でも、それでも、 本当、なんだろう、本当つ辛すぎてさ、もう泣きたくなることいっぱいあるんだけど、今、あるけど、でもさ、やっぱり笑ってたいよね。で、笑うことも、で、涙っていうのは、いい涙っていうのは伝染すると思うけど、基本的に辛かったり愚痴っていうのは悪いこと伝染しちゃうので、人に移っていっちゃうから、そういう生き,生き方はしたくないんで、俺は。だったら、笑って、で、例えば今、辛いって話してるけど、もう辛いからもうやだ、もうやめたいって言うわけじゃなくて、 辛いけどでも踏ん張って頑張るから俺だから頑張ろうぜみたいなのを伝えていきたいのねでそれを感じ取って本当たった一人でいいからじゃあ頑張ってみようかなって思ってもらえたらこの話をした意義があると思うから俺はそうなので今回あ本当メインでは自分の話をしてしまったんですけどあのなんか安い言葉になっちゃうけどさ そう本当にそう頑張るからさ、俺も。<laughs> なのであの、永遠に苦しみは続かないし、そう、もちろんね、一生治らない病気とかだったら、それに付き合わなきゃいけないから、それは永遠になるかもしれないけど、でも病気があろうが、例えば今の自分,が自分,に,自分に居場所がないって感じているかもしれないけど、それでも、それが永遠に続くかどうかは分からないのね。で、最後のその自分を信じるっていうのは、 自分の可能性、そして今は辛い居場所がないって思ってもそれがずっと続かないいつかは自分のその状況変わるからっていういい方に変わるよ自分はってその自分の可能性を信じてほしいなってで自分を信じる気持ちだけは誰にも負けないでほしいの俺はよくまあ自分がね重講誌やってる時とか今はなかなかこう対面で会うことはできないけど でも、自分と関係持ってくれてる、ね、生徒とか、えっと、ま、例えば子供たち、今見てくれてるみんなもそうだけど、の可能性は信じてるの。そう。みんなの可能性をね。でも、自分の可能性っていうのは自分が一番信じてなきゃダメ。ちょっと噛んでたね。信じてあげなきゃダメだよ。そう。そこだけは、誰にも負けないでほしいなって。否定するばかりじゃなくてね、自分のことを。うん。っていうふうに、生きてった方が、うん、俺は、 楽しいかなと思う。本当に。<laughs> あの、ちょっとね、ちょっと暗い話入りましたけど、でも、あの、本当に、本当に頑張る、これ。そう。なんか今年もこんな感じでね、いろいろ大変ですけど、うん。頑張っていきますんで、ぜひ、一緒に頑張りましょう。ね。あの、これからまだまだ、えっ、ー、と、学年の始まり、始まったばっかなんで、嫌なことあるし、で、受験生なんかはね、どん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 やっぱ苦しくなるから、プレッシャーもかかっていくからね、なるけど、 あのまた1年あの今年もね授業動画撮りながらアップしながらでできる限りねみんなのこうなんだろうな話聞いたりとかできる場面と今キャスでねちょっとコラボキャストとかで実際に話を聞けるようなこともするようにしているのであのちょっとずつみんなのためになんかできること探してやってきますんで今年度もどうぞよろしくお願いしますでは今回は「ハイチのダラダラジオ第139回」 笑って生きていこうというテーマで喋らせていただきました、えー。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、次回、えっ、ー、と、まだテーマも決まってないですし、ちょっとですね、あの、子供の出産が、の予定がだいたいその辺でも被るので、もしかしたら取れない可能性もあるんですけど、もしね、あの、あ、140回上がってるじゃんってなったら、聞いていただけたらと思います。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。